社長、インターンって行くべきですか？行くべきだよ。何ですか？結婚する前に恋愛するようなもんかなちょっとおかしいか。恋愛する前に友達から始めるようなもんかな。相手を知らずにだって就職したらどの道行かなきゃいけないわけだし、ね、一生の中で仕事って2、3社しか経験しないって言われてる中のその1個、大切な1個が入社してからじゃないとどういう会社かわからないのって逆になんか怖くないかな。怖いですね。そうだよね。インターンに行けば少なくとも会社がどういう会社でどういう人がいてってどういう雰囲気でって全部分かるじゃんね。取り繕ってるところあっても分かるからいた方がいいよと思います。はい、ありがとうございます。